県の田沢湖に着きました。はじめまして。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。初めて会った人です、はい、そうです、初めまして。初めまして。よろしくお願いします。僕の先輩の友達です。そうです。迎えに来てくれたんですね。はい、1時間半ぐらいか。いやいや、言わなくていいんですよ。あ、1時間半。はい、すいません。めちゃくちゃ気使わすじゃないですか。韓国ドラマの、はい、アイリスの大ファンなんですよ。ああ、聞きました聞きました。はい、で、今日先輩、名前なんて言うんですか。佐藤孝也です。佐藤孝也。はい。そんな風には見えないけどね。いやいや、親に失礼だ。イビョンホンとキムテヒなんですけど、はい、ヒョンジュンとスンヒなんですけど、はい、これを巡っていきましょう。あ、ぜひぜひ。よろしくお願いします。行きましょう。めっちゃ嬉しいですけど、ちょっと待ってくださいね、高橋さん。どうぞ。子供乗ったりしてるんで、ちょっと汚いですか。いや、とんでもない、とんでもない。え、子供いるんすか。います、います。え、何人いるんすか。子供2人います。え、結婚したんすか。そうですね。僕マスク取っていいですか。あ、マスク取っていいですよ。どんな顔してるんすか。こんな顔してます。ウルフみたいな顔してる。よく言われます。ウルフやん。よく言われます。え、体重も100ぐらいあるんで。ウルフやん、名前が。いや、ちょっと待って、ちょっと、むちゃくちゃ似てますね。いや、そんな本物の方に失礼じゃないですか、そんな言ったら。僕いや、でもちょ、顔の情報量多すぎるんですよね。どっから突っ込めばいいか分かんないです。1日あるんで。はい。まあ、徐々に。あ、徐々に。本当に今日、生まれて初めて会ったんですよ。そうですね。さっき。LINE も10回ぐらいしかしてないです、ね。そうです、はい。さっき初めて会って、僕が秋田行くっていうのを、僕のお世話になってる先輩が聞いて、それのもう本当お友達っていうことで、僕のことは知ってくださってたんですよ、ね。あ、知ってます、知ってます。もちろん、YouTube を何度も見たことありますし。ありがとうございます、ありがとうございます。これです。アイリスのロケ地を巡ろう旅です。よろしくお願いします。ウルフやん。田沢湖スタートで、はい、秋田の方に、秋田のね、秋田市。秋田市の方。秋田市の方に向かっていくんですよ。はい、イビョンホンとか、キムテヒとかも、アイリスの中で、はい、あ、ごめんなさい。アイリスの中では、ヒョンジュンとスンヒなんで。はい、ヒョンジュンとスンヒ。はい。ヒョンジュンが、イビョンホンで、はい、スンヒが、キムテヒなんですよ。はい、ま、で、ヒョンジュンとスンヒでいいですか、これから。ヒョンジュンとスンヒ。はい。で、ヒョンジュンとスンヒが、秋田市の方でも撮ってるんですよ。はい、で、はい、僕、今日、マジで全部行きたいんですよ。本当にファンで、はい、アイリスも、通算で20回ぐらい見てるんですよ。で、僕の同級生とかも、みんなハマったんですよ、僕が見てて。ここ行きたいんですよ、僕。この代表的なとこなんですけど、はい、ここね。これこれこれ、ここ。ここ今から連れてってもらっていいですか。ああ、全然、ぜひぜひ。田沢湖。田沢湖の辰子像っていうんですね。よろしくお願いします。わかりました。すいません。はい。じゃあ、出発進行で。はい、お願いします。マジでテンション上がってきました。ありがとうございます。お願いします。田沢湖。これがここです。うーわ。ちょっと待って、待って。すっごい喜んでる。これ寺っすか。寺、寺なのか、寺。ちょっと お祈りしましょう。お祈りしましょう。鳥が入ります。ご参拝の後は楽しんでください。秋田小町。ちょ、行った。今咲き誇れ言ってるから。秋田で米、すいません、ごめんなさい。道の駅京和に着きました。秋田駅に向かう途中にちょっと道の駅に寄ってご飯を食べたいと思います。エビ天うどんと、はい、かけそばでお願いします。かけそば、はい、1770円のお会計でお確かめくださいませ。お会計1000円以上のお客様にこちら大仙市で使える飲食チケット差し上げております。お会計1000円以上で1000円くれるんですか。そうです。僕1200円しか使ってないのに、1200円のしかやってないのに1000円の友達。すごいニコニコしてる。今日一ぐらいニコニコしてる。え、高谷さん1個あげるわ。いやいや、マジであげる。横のやつあげるわ。あ、じゃあ横はもらおう。うん、マイナス3度今。もう今でマイナス3度。明日マイナス3度。お待たせしました。マイナス13度。かけ放題のお客様は。最初はグッ、じゃんけん、ほい。超うまそう。じゃあ水持ってきます。はい。
ございました。これ、受けるやつ。はい、大事情、ぐっちゃき、はい。すいません。あ、帰り水も一杯。あ、わかりました。嫁城着きました。この前でヒョンジュンとスンヒがキャンディキスしたんですよね。これですか。すごい、この写真やばくないですか。本物っすよ。この写真が出てくるんですよ。イゲオンホンさんの座った席、ヒムテヒさんの座った席。え、お母さんはずっとここで働いてるんですか。ここでずっと。じゃあイゲオンホンさんがそこで撮影した時もいたんですね。あれがパネラだ。マジで最高。お母さんどんなぐらいかっこよかったですか、イベンホンさん。かっこよすぎでしょ。かっこいいよ。え、お母さんは米城で働いて何年経つんですか。私この店やって30年、はい、30年すげえ。アイリスのロケ地っていう話が来たんですか、いきなり使わせてください。オファーはね、1週間前に来た。え、オファーは1週間前に来たんですか。むちゃくちゃ急じゃないですか。すごかったよ。だからもう人がもう最近もやっぱりまだ来ますよ。僕はもう10年以上前からファンだったんですけど、初めて来て秋田に、でも絶対ここ来たいなと思ってて。うわ待って、サウいるやん。いるよ。うわサウがいる。え、ちょっと待って、サウいんねんけど。え、サオは許さないのさ。そいつだけは許さない。イグオホンの親友なんですけど、裏切ったんですよ、途中で。サオだけは許さない。サオだけは許さない。ね、オガでやった時、水族館、みんなこれについてるんです。え、これ、本当にお母さんしか持ってないじゃないですか。そう、はい、これは、この人は韓国の人狼の社長さん。じゃあ人狼の社長さん、そうそう、初めて見た。人狼の社長さん、色紙そこ見て。人狼の社長さん、うん、面白い。先輩の子供です。かわいい。やって休憩して、ブルーバーに行くよ。